シーズン終盤へと備えたということですね。さあそして長野は前半戦こそ苦しみましたが後半に入り3連勝を果たしてきました。スワ草津群馬対 AC 長野パルセイロの一戦、まもなくキックオフその時を迎えようとしています。今キックオフされました。大きく蹴り出していきました。白のアウェイユニフォーム、右から左に攻めますのが AC 長野パルセイロ、はい、サードルブル持ち上がり吉田からパス、さあ加藤だ、シュート決まった、ゴール決めていきました。加藤純也の先取点、左サイド吉田抜け出していってのラストパスアシストということになりました。落ち着いてさあサイド右の状態からクロス、津田が飛んでいきましたがシュート、内田決まった、血を這うようなミドルシュート、クロスのこぼれた反対側、打っていったのは溺れていった球迷わずに打ち抜いていった右足、左サイドバックの内田が決めていきました。長野追いつきました、1対1。中盤の攻め合いが続きますが抜けていった津田だ、さあチャンス1対1、カーセルが探した、中には人が待ってる、シュート、ゴール決めました、ゴール木村優、途中交代の木村優の逆転弾、1になりました。交代戦10ゴール目なるでしょうか。決まった、ボールは当たりません。さあ中パワープレーだ、チェリーが決まった、ゴール飛んできました。そして吉田からのクロス、ご覧ください、ここで試合終了、ホームチーム劇的な幕切れとなりました。